尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。最近ね、ちょっと嬉しい、悲しいような嬉しいことがあって、ちょっとみんなに聞いてもらおうかなって思ったんですけど、僕会社をやってまして、今60人ぐらい社員がいるんですよね。でとにかく社員が働いてよかったなとか、この会社にいてよかったっていう風にしたいって、めちゃくちゃ思ってるんですけど、こうベンチャー企業作るのってめちゃくちゃ難しくて、3年ぐらい前にはもう社員が一気に半分ぐらいになるみたいな、ドドドって辞めるようなね、組織崩壊があったりとか、いろいろ苦節をやってるわけです。その中でこういい組織とはとかね、どういうチーム作りするかとか、そういうのを読んだりとか、社長とはどうするべきかとか、よう勉強するんですわ。でとはいえ、こう僕はもう組織作りとかサービス作りも恋愛みたいなもんで、人に好かれるのってもうね、一生懸命ケアしたら好かれるわけでもないっていう、そういうもんだなと思いながらね、試行錯誤してるんです。とはいえ最近はすごくもうメンバーに恵まれて、うちの会社はみんな仕事も楽しいって言ってくれてるし、会社のメンバーすごく仲が良くてですね、多分誰と誰がこう2人でご飯行ってても全然おかしくないみたいな感じの仲のいい組織になってるのかなっていうふうに思うんですよね。でその中で、たまに昔はね、会社が行けてない、社長が行けてないって言って辞められることが多くて、それはそれですごいショックだったんですけど、だんだんそうなくなってきたんですよね。で最近辞めるメンバーがこう起業したいとか、ちょっとこう結婚をして遠くに行かないといけなくなってとか、うちは一応フルリモートができないので、そういうので関係上とか、ちょっと仕事と家庭のバランスが取りにくいので転職とか、ちょっとそういう方々が結構増えてる感じなんですよね。でそのメンバーが最近辞めるとき言ってくれるのが、今までこんなに会社っていうそのコミュニティにいて仲が良くなったところは初めてだったっていう話をすごいしてくれたりとか、他の転職先を探したけど行きたいところが見つからなくて困ったって言ってて、そのボイシーで働いた後に次を見つけるのはちょっと大変ですよっていう話をしたのね。いや、めちゃくちゃ嬉しいなと思って。で幸いこのサービスって喜んでくれるユーザーの声がめちゃめちゃ聞こえるし、多くの方に関われるし、なんかハッピーになってくれる人がすごく多い事業をしてるっていう、すごい幸運な会社だなというふうには思ってるんですけど、しみじみと嬉しいなと思いながら、そういうメンバーが抜けていくの悲しいなと思いながらですね、そんなしんみりした気持ちを持って今日は収録室に来ております。でね、皆さんの会社とかどんな感じかとかもぜひ教えてもらいたいなと思いますけど、やっぱね、チーム作りとか組織作り、コミュニティ作りとか、あと社員メンバーも自分の環境作り自体をみんなが勉強し続けるってめっちゃ大事だなと思って、もう人間関係ってね、もう多分死ぬまで勉強し続けるんだと思うんですよね。でそれができなくなると、なんかうまくいかなくなってまた愚痴るっていう関係になるのかなと思ってるので、常にそういう勉強しつつ、いろんな人にも会っていこうかなって改めて思ったっていう感じです。さてこの番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続きゴールデンボンバーの桐生院翔さんです。ターニングポイントなどいろいろなお話をお伺いしたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。 AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きゴールデンボンバーの桐生院翔さんです。よろしくお願いします。はい、めぐしくてめぐして歌ってます、桐生院翔です。よろしくお願いします。オープニングのそのセリフ自体はあれなんですか、芸人さんみたいに決めてるんですか？そうですね、僕やっぱ分かりづらいとかが一番良くないと思ってて、なのでゴールデンボンバー桐生院翔ですって言っても分かんない人ってたまにいるんで、めめしくてめめしくてって言ったら分かるって人が結構多いので、早めに僕喋ってるものは誰は何者なのかっていうのを早めに説明するために、ざっと曲も交えて自己紹介するっていうのが定番になってますね。人事強い。ちょっと話が面白すぎてですね、前回の時に10の質問が全く聞けずだったので、今日やっぱこれ聞きたい方も多いと思うので、10の質問に行ってみたいと思います。はい、すごくもうシンプルに簡単に答えていただければと思うので行ってみたいと思います。はいはい、それでは行ってみましょう。桐生院さんへの10の質問です。はい、好きな言葉は？
ないですね。いやごめんなさい、あのいやいいですよ、全然直感なんで。いや嫌いな言葉は、あ、才能とか嫌いですね。あ、そうね。朝起きて最初にすることは、あー、なんかうわーっていう、なんか後悔というか、後悔かな。朝後悔してるんですか。うん、なんかうわまた昨日無駄に使っちゃったなとか、なんかネガティブ後悔から始まる。ネガティブスタートなんですね。そうですね。そっか、テンションが上がる瞬間って、あ、これ言っていいのかな。何でも聞きますよ、P入れますよ。まあ、あのセクシーなビデオ見てて、うん、この女優さん他に何出てるのかなってプロフィール検索して、うん、Twitter とか、うん、X とかそのなインスタとか、うん、があるからクリックしたら、うんうん、フォローされてたというでも分かる気する。それはされてた時が、まあ、一番人生で一番テンション上がる時ですかね。一番あの芸能界で正直な人を見つけました私意外とこれで落ち込みます。ああ、なんでしょうね。暗そうだねとか、うん、コミュ障だねって言われると、うん、落ち込みます。落ち込む自分へのご褒美は、ああ。全然金使わないからな、うん、タクシーに乗るかな。タクシー、うん、子供の頃の夢は、芸人ですね、お笑い芸人ですね。タイムマシーンに戻れるなら何歳に戻る。あの中学3年生の3月の、受験番号を見に行った日聞きたい絶対に妥協したくないことは、曲の歌詞を変えるみたいなのはあんまりやりたくないんだよな、うん、一流と三流の違いとは。いや俺三流だからな。アクトさんと僕でしょ、大きな違いだよな。いやもうみんな一緒だよいいなー、いやーありがとうございます。実はみんな一緒なんですよ。中の質問めっちゃ面白いじゃないですか。いやすいません、あの僕パッと出てこなくて、でもあれなんですね、その人を楽しませるエンターテイナーで芸人になりたいけども、朝は後悔から始まるというかネガティブなんですね。そうですね、結構朝 何から最初出るかっていうと、近年はまた一日そんなになんか身のあることやんなかったのに昨日使い切っちゃったなっていう風に、うん、なんか後悔から始まることが多くて、うん、それも一応自分の中で表現にはしたんですよね、うん、去年、今年の1月1日の0時に、うん、1月1日モーニングルーティーンっていう動画を作って、曲も作ってアップしたんですよ、うんうん、それが朝起きるところから始まって、うん、ちょうど1分で1日が終わって、また1分1秒から朝起きるのが始まって、うん、どうしようもないほど繰り返しの日々だっていうことを、うん、歌詞で歌ってるんですよ、うん、僕それがもう嫌だったんですよ。なるほど。でも結局それをもう表現にはしたので、ちょっとは今後悔は少ないんですけど、うん、表現するとちょっと薄まるんですね。薄まるんですよね。だから去年とかずっと思ってたんですよ、朝起きた時に、うん、あ、またそんなに進歩してねえな。それは焦りなんですかね。もっと進歩したいっていう願望があるんですかね。焦り、僕もともと焦ってるんですよね、ずっと、うん、若い頃から。だから高校時代とかもずっと焦ってましたし、うん、高校入った時からもうちゃんと楽しまないと高校時代すぐ終わっちゃうぞってずっと焦ってたんですよ。ああ、なるほど。焦りなんですよね。いや、その中この、まあ、ちょっとセクシー女優の一個置いといて、それも気持ちはよく分かりました。もうね、男子は全員分かりました。タイムマシンに戻れるならで、中3、3月の受験発表のタイミング。あ、そうですね。落ちたんですか？受かったんですか？受かりました。受かった。ですね、なんだか、いろんな人のこう文献を読み漁るとこう、うん、大体みんな一番輝いてた楽しかった時期って大体高校の3年間とかいう感じになりません？だって、うんうんうん、世の漫画を読むと大体高校3年間が舞台じゃないですか、うん、そうなの、僕全部男子校だったの。
あら、もう。なるほどです。もう今、人生やり直すなら何をするって言ったら、中高男子校じゃない学校に行くです。いやー、僕も本当に、うん、高校選ぶときから、うん、指針が変わらず、だって世の漫画が高校1年生の共学から始まってるから、うんうん、俺は絶対共学に行かなきゃダメだってなぜか思ってたんですよ。だってそうしないと共感できない、うん、この世の膨大なコンテンツをと思ってて、俺もなんで小学校の時タッチ読んだのに男子校行っちゃったんだろう。なぜですか、なぜですか。まあまあいろんなね、こう家庭の事情もあるかもしれませんが、そういうのもあって、うん、高校時代の3年間って人生の中できっと、うん、きっとこうかけがえのない素敵な思い出になるんだろうっていう思いが強かったんで、うん、でまあ別に今思い返せば高校だって中学だって高校卒業後だって僕は楽しんで生きてきたんで、うん、別にでも強いて言うならじゃあもう一回そこを味わえたらいいのかなって思うぐらいです。だからでもあんま後悔はないです。なるほどね。じゃあその想定の準備通り高校の3年間は充実させれたんですか。いやでもね、高校1年生の時にこう僕謎に足速いんですよ、うん、ちょっと話それますけど、うん、僕謎に足速くて、うん、中学時代もずっと速かったんですよ。でも高校時代に謎に足速いから1年生でリレーの、まあ、アンカーっていうものに抜擢されて、うん、でもプレッシャー半端ないじゃないですか、うん、でそんなにこう意気込んで高校入ってきてんだから、でアンカーって2周するんですよ、倍走るんですよ、うん、で倍走ったら倒れたんですよ。で病院行ってなんか、うん、こんなんで倒れるのおかしいってなって、すごい大学病院とかですごいいろんな検査して、うん、そしたら僕プレッシャーで実力以上を出しちゃう病気だったんですよ。そんな病気あるんですか。あるんですよ。人間って70% しか出せないっていう話なんじゃないですか、うん、ただの海洋圏の使い手じゃないですか。そうです。でも、うん、それって結局 100% 使ったら体壊れるみたいな話、うん、なんとなく聞いたことありません、ね、うん、リミッターがないって、リミッター僕外れやすいっていう、うんうんうん、診断が下って、はいはいはい、だからなんかであとその時にまあ、僕普通の体じゃないんだということで、うん、高校入ってそれ5月ですよ、すぐ体育祭、うん、それあってから俺体弱いんだみたいなマインドになっちゃいましたね。あ、マインドでね。そっからちょっと無駄足早いのに、そっからちょっとなんか暗くなっちゃったんですよね、うん、そっか。でもなんか断るごとにリミッター外せばすごいことになるわけですね。ライブ外してるんじゃないですか。ライブ外してると思います。やっぱりそこ使えてるんだ。いけてます、いけてます。いや、いいなぁ。いや、そんな感じでね、以上、まだまだ深掘りしたいところですが、10の質問でした。ありがとうございます。ここからは、はい、桐生院さんのターニングポイントを伺っていきたいんですが、うん、はい、今この桐生院翔っていう人間が出来上がるまで、どういう構成要素で来たとか、この辺で自分の人生変わったなと。だから、他の人たちもなりたいなと思っても、この人どこでこんなことになるわけって多分思ってる部分もあると思うんですけど、何回ぐらいちょっと人生のターニングポイントあったと思います。分かりやすいところで言うと一つはすぐ思い浮かぶかな、一、うんうん、個ね、一個はやっぱ芸人辞めた時、芸人辞めてバンドをやるぞって思ったところじゃないですかね。じゃあこのちょっと幼少期の子を聞きたいんですけど、 どんな子だったんですか。もうその芸人になりたいとか目立ちたいとか結構もう小学生ぐらいから思ってたんですよね、うん、目立ちたい、人を笑わせたいとか、うん、目立ちたいが強かったですかね。やっぱ強いんだ。その理由はちょっとあんまり分かんないですよね。ターニングポイントとして語るには、うん、いつの間にかとしか言いようがなくて。それはクラスの中でもボケ倒してるとか、なんかボケ倒してますね。あ、ボケ倒してんだ。チャンスがあれば笑いを取るぞっていう気持ちで学校行ってましたね。なんか関西人みんなそうなんですけど、なんかいや関東でも多分そういう人はやっぱいるんですよ、うん、そういう人は、うん、たくさんやっぱ自然発生してて、うん、それがやっぱ集まるのが吉本の養成所で年間400人ぐらいやっぱいるんですよね。だからクラスで一人だけだこんなやつって思ってたら、うん、やっぱ集まるといるんですよね。なるほどね。こんないるんだってびっくりしますよね。そうするとそのもうちっちゃい頃から芸人になりたい、人を笑わせたいっていうのを思い続けていくと、はい、その時ってそのなんか芸人さんの中にもいろいろいるじゃないですか。そのみんなとつるむのが好きな人もいれば、自分なり の, そのコンテンツを作るのが好きだったりとか、紙芝居のやつが好きとか、どんな感じですか。もう社交的な芸人さんだったんですか。いや僕は全然全く、うん、突然変なことをやるような方向性だったんで、うん、なんかまあ群れになるみたいな感じは全くなかったな。じゃあめちゃめちゃその突然なのを理解できるツッコミが必要だったんですか。そうですね、うん、そこら辺がな、うん、よくなかったな。僕やっぱクレイジーなものが好きっていうのもやっぱもともとありまして、僕は本当に江頭虹子チップさんが大好きだったんですよ。面白いですよね。あの方もその群れるって感じじゃないじゃないですか、うん、単独犯みたいな感じで、それが理想だったから、うん、やっぱり、うん、異常なことをして目立つみたいな
感じスタイルでしたね。なるほどね、うん、それで養成所入ってみたら、うん、もうあここだ俺の居場所みたいな感じになるんですか、それともな結構みんな面白くてやべえと か, なんかどんな感じになるんですか。あ やっぱ最初は、うん、うわここがお笑いの養成所はすげえなー楽しいなって思ってましたよ。厳しい楽しいと思ってました。やっぱ厳しいですね。厳しいですね。講師の方ももうみんなもう軍隊のように厳しいし、それでいて、うん、まあ、あの同期の人とかは、うん、同期の人は様々なんでそれも面白かったですけどね、うん、やる気がある人が本当もうやる気のパーセンテージが100から1までずっとみんな揃ってるわけで。とりあえず所属しただけの人もいるもいるし、うん、めちゃめちゃやる気ある人もいるし、うん、そういったのも見るのも面白かったですね。そっか、じゃあもうその時はずっと芸人で行こうと思ってるわけじゃないですか。思ってますよ、はい、でも今のそのキルユニさん、僕のイメージではすごいプロデュース力とか企画力とかが好きなのかなと思うと、芸人でも結構こうやれそうな気がしたんですけど、でその時にこうな何が難しかったんですか。そもそも僕がやりたいもの、表現したいものが絶対にあのこの世界では受け入れられないみたいなのが確信したんですよね。まあ、僕分かりづらい笑いが好きだったので、うんうんうん、あのでもあの1年目でやらなきゃいけないこと、芸人1年目でやらなきゃいけないことって分かりやすい笑いなんですよ、うんうんうん、あのまあ、でそれでもオリジナリティを出している方々がいるからこそ、まあ、僕はもう何でしょうね、諦めざるを得なかったんですけど、うん、結局はあのなんか僕のセンスは絶対通用しないって確信したんですよね。だから音楽で言うと分かりやすいかな、うん、例えばいっぱいこう水もあの放水されるようなノリノリ の, あのクラブ DJ イベント、うん、屋外 DJ イベントで、うん、俺はでもそこで俺はボサノバやりたいんだって言ってるようなもんで、あのずっと小声で歌ってるみたいな、うん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 、でもそれは絶対におめえ何年かけても売れないよっていうのがはっきり分かったんですよね、うん、だからやりたくない。 でも別にあの他の人っていうかその講師の方に合わせて分かりやすい笑いやれっていうのもできなくはないんですけども、だったら別に俺以外でもよくないかなって思ってやめちゃったんですよね、うん、それってなんかこう漫画家さんとかそういう芸人さんでもいつまでも俺の笑いはいつか分かる人がいるって言ってこう事務所変わったりとか誇示する人もいると思うんですよ ね, すねだしその長年やりたいと思ってたものを諦めて結構心の折れる作業だと思うんですよ。あ、なるほど。そこの時ってそのスパッといけたんですか。スパッといけましたね。なぜでしょうね。じゃあ次やりたいことは見えてたんですか。いや、あのもうやりたいことなくなったんで、うん、じゃあ次時点といえばなんだろうといえば、そういえばバンド好きだったなっていう風に、うん、なんていう繰り上げ当選みたいな感じで2位が上がってきたんです。2位が上がってきたっていう選び方なんで、本当、うん、しょうもないやつだなっていう選び方なんですよね、うん、高校とかその辺でバンドやってたりもしてたんですか。あ、それはもう好きであの趣味程度に軽音楽部入ってバンド、はい、あの組んで、うん、あのカバーとかやったりとかして、うんうんうん、でもその時はもう高校時代でその軽音楽部でちょろっとバンドやるだけって決めてたんですよ。その、うん、その俺は芸人になるし、そう卒業してからはやらんっつって決めてたんですよ、うん、そしたら芸人1年やったらダメだってなって、うん、あバンドやろうかなって なんか本当にね、うん、綱渡りというかなんというか、だからそんな信念ないんですよね、うん、きっと。でもそれでこう自分の好きなものはやりたいと思っては全力でやるわけじゃないですか。そうですね、一応芸人も全力でやったし、うん、音楽も、うん、最初そんな全力じゃなかったんですよ、うん、なんかどうせ俺の人生もう終わってるしみたいな感じで始めたんですよね。バンドの方はどうせこれも無理だろうっていう諦めムード、ちょっとメンタル腐り気味に始まった。そうですそうです、うん、でもある時から、うん、あの やるだけやりきらなきゃ後悔するなと思って、うん、やるだけやりきってから死のうと思ったんですよね、うん、もう死まで意識しちゃったんですね。そうですそうです、うん、だから、うん、そう死まで意識すると強いんですよね、うん、あの安定とか保証とか考えないでいっぱい活動するから、うんうんうん、確かに。もうまたリミッターが外れるんですね。あ、そうですね、精神的リミッターも外れてますね、うん、そっか。でもその時は初めはガチのバンドやってたんですか。いや僕は確かあでも、うん、ガチ目でしたね。楽しませるとかよりも楽しませるは入ってたんですけど、うん、そのできれば演奏できる人いたら嬉しいなぐらいな気持ちで始めてましたね。うん、でも僕その時からあの高校時代からあの DTM ってあのコンピューターであのパソコンで曲を作る組み立てるみたいな、音を鳴らすみたいなのはやってたんで、うん、なんかそれを使いたいっていうのはもともとあったので、
できれば演奏できる人いた方が華やかかなぐらいに思ってたぐらいですかね。へえ。もう全然サラリーマンになろうとかバイトしようとかはなかったんですか。なかったっすね、うん、バイトはまあ並行してやってはいたけど、ちゃんと就職しようみたいな考えは一切なかったですね。うん、だってそれそんなしなくても生きていけるしって。僕なぜこの人格になったかっていうと、うん、実家がホームレス地区のど真ん中なんですよ、うんうん、で家の前にこうもう幼少期から、うん、寝転がってる人が常にいるっていう、うん、どんなに人生、うん、なんか無謀に生きても別に楽しそうだなって、最悪寝転がって楽しそう、最悪寝転がっても結構悠々自適なんですよ、うん、方々って、うん、だから何をみんな恐れることがあるんだ、安定安定とか就職とか、うんうんうん、って思うと、うん、僕は保証とか一切考えずに生きるスタイルになっちゃいましたね、うん、なるほどね。じゃあもう これが怖いとか将来のために備えるとかじゃなくても、やりたいことを常にこう選択し続けようと。あれ何言ってるんだろうなと思うんですよね。でも親の教育とかもそんな感じだったんですか。親は全然ちゃんとしたいい学校入れって、うん、そうなの。そうなんですよめちゃめちゃ言ってました、うん、でも本当皆さんよく考えてください。最悪の事態って考えてください、うん、最悪の事態になってもなんとかなります。それはね、僕も思う本当に、うん、じゃあそもそもその桐生さんの原動力を知りたいんですけど、その笑かしたいとか有名人になりたいとか お金持ちになりたいとか別にないんですか。お金持ちになりたいは全くないですね、うん、有名になりたいみたいなのはもしかしたらちょっとはあったかもしれないですけど、うん、やっぱそれよりも僕はやっぱ消去法というかネガティブな考え方で、うん、普通に生きて後悔したくないみたいな感じですかね、うんうんうん、じゃあ自分が後悔しないならなんだろうっていうことを考えていく、ね、そういう風に僕生きてますね。あ、面白いな。一番後悔するのは何なんですか。なんだろうな、人生の大事な場面で後悔したくないっていうのがあるんで、うん、だからやっぱりそれも、うん、先人たちのものに学ぶというか、先人たちがなぜ漫画で高校時代ばかりを描くのかとかいうところになってくるんですけどあれ後悔してるんでしょうね。そうだから結局ちゃんとその時期に自由だったんだからもっと謳歌すればよかったみたいな後悔をしたくないんですよ。うんうんうん、だから今はバンド活動をいっぱいやれる時だったので、うん、精一杯バンド活動をやりたい、うん、そうしないと後悔する、うん、って思ってるし、またそれ別の生きがいというか、これしないと後悔するみたいなの見つかったらそっちやりますけど、その後悔する要素が一個に集中できるんですね。例えば、ね、めっちゃモテたいとか、うん、めっちゃいいもの食べたいとか、旅行もしたい、全部を後悔しないようにって考えちゃう人もいるような気がしてて、人生パンクしてるみたいな。でどれも中途半端になるから、どれもすごいやりきってないとかいうこともあると思うんですけど、その後悔しないものを一つに絞れてるのは何なんでしょうね。なんかはっきりとした順位があるんですよね、うん、やっぱ結局それってもうやりたいことが見つかってるっていう幸福も運がいいんですけど、僕はバンドが何よりも大事だっていうことを決めて、うん、口にも出して言ってるんで、うんうん、まあ、美味しいものも何もかも、まあ、とりあえずバンドが、うんうん、をしっかりさせてから、うん、だからこの前全国ツアーっていうのが終わって、ツアーファイナルっていうのが終わったんですけども、うん、ツアーファイナル後ちょっと休みいただけたんですけど、うん、計画なんて立てれないんですよ、うん、バンドのことが頭がいっぱいで、うん、その先の世界のこと考えられないんですよ。ツアーファイナル終わった後の世界考えられないってぐらい、うん、バンドっていうもののプライオリティが僕の中で揺るぎなく第一位なので、うん、それで余った隙間時間があったら、じゃあ美味しいもの食べようかなくらいなんですよね。なるほどね。やっぱリミッターが取れてるんでしょうね。そうみたいですね。うん、一個にガーッといけちゃうし、ちょっとね、そっか、じゃあやっぱりこう、そこから芸人から変わったところのターニングポイントと、 いろんなところリミッターが取れてんだなっていうところがね、分かりやすく説明すると、そうっすね、僕って。いや、面白いわ。 そういう人だな。それでは最後に、桐生院さんが道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにその言葉をお書きくださいと。ああ、なるほど、はい。ではお願いします。はい、道に迷えば後悔を潰せなんだ。うん、道が分かれた時に、うん、こっちやろうかあっちやろうかって思った時に、うん、後悔するかしないかで決めていいんですよね。だから僕、うん、こっちやっとかないと後悔するかなっていうのを消す
目的で動くんですよ、うん、だからその夢を叶えたいとかじゃなくて後悔するのが嫌だからそっちちゃんとやっとく、うん、だからあの道にもやったら僕は本当は両方やれっていうことを言いたかったんですけど、うん、あの強烈に後悔しそうな方から、うん、あの潰していくんです、うん、潰すってネガティブですけど、結局は後悔したくないからあの道に迷ったりとかなんだろうな、うん、いろんな人に相談したくなるわけじゃないですか、はい、だから僕よく悩みそうなあったら言いますもん、それやんなかったら後悔するんでしょ、だったらやればって。そうね、いやそれ思うわ。みんななんかそこを計算できなくて後悔はしてもいいか、今無難な方を選んじゃったりとかね、ちょっと頑張らなくてもいい方を選んじゃったりとかするんでしょうね。だからアドバイス、後悔をしない方を、後悔しないように進めばっていう風に言うし、自分でもこういう風に道を選んでますかね。だからお笑いだって僕的にはやりきったつもりなんですよ、うんうんうん、やりきったから全く悔いないし、うんうん、だからバンド活動とかもあのどっかなんか他のことやりたいってなってもまだやりきってないからやめたら悔いが残るし、うんうん、だからやりきったらあのスパッと別のもう一本の道を進めるので、うんうん、後悔を潰すっていう進み方で僕はいいと思うんですよね。いいなあ、そっか、ぜひみんなも参考にしてください。改めまして桐生院さんが道に迷った時の選択は道に迷えば後悔を潰せでした、はい、残念ながらここでお別れとなります。ありがとうございました、本当に。お知らせは、お知らせ告知、はい、ないです、なしです、はい、ということで2週にわたってお付き合いいただきましたがいかがだったでしょうか。いやなんか、うん、いろいろ聞いていただいて嬉しい。いや面白かった、もっと聞きたいわこれ。 ありがとうございます。お酒とかも飲むんですか。酒はもう、うん、本当に、うん、もう誰か止めてってぐらい飲みます。そっか、絶対飲んでオールナイトでラジオしたりとかしたらめちゃくちゃ面白いタイプじゃないですか。いやそれは生放送は勘弁してください。言っちゃいけないこと言うから。うん、みんなねそれを期待してるんですけどね。ラジオはね。編集できる。今日はあの各地編集してお届けしますので。やった。編集終わりだ、やった。ということでゲストはゴールデンボンバーの桐生院翔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングの時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。いやちょっとみんなやばない、もうね桐生院さんの話が面白すぎてもうこれはもっと聞きたい、もっと聞きたいになっちゃったね。で、あとそのなんだろうね、やっぱこう後悔しない方を考えて生きていたりとか、何か一つのものにめちゃくちゃ集中できたりとか、アーティストだなっていう感じがしたね。俺とかはさ、もう本当旅行行きたいし、お肉食べたいし、なんかみんなにもいいって言われたいし、なんか友達誘われたら行きたいし、なんかコンビニ行くって言ったらついていくしみたいなさ、全然集中できないよね。なんかやっぱりこう何か圧倒的なものやってる人ってそういうところの集中力とかストッパーの外れるところとかがあるんだなって、まあ、ちょっとそれは一つ羨ましくも思ったね。さて最後にこの番組を応援してくれている個人スポンサーのご紹介です。今回のスポンサーは記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチアン本館別館の総集さんです。ありがとうございます。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。